こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日も視聴者の皆様に好評だった話を集めてみました。では、早速始めましょう。第1話目は、歩いている女、です。どうぞ。4ヶ月前に刑務所から出所した。今は一人暮らしをしながら保護司さんから紹介された仕事をしている。何の罪で捕まったかというと、ひったくり。今考えると本当に申し訳ないことをしたと思っているし、馬鹿なことをしたと思う。ひったくりをした時に、相手に怪我を負わせた件があったので、連続強盗傷害事件として扱われ、他にも余罪があったので、弁護士の予想に反して罪が重くなった。ひったくりは仲間3人と計画して、毎日のように繰り返していた。まず盗んだ原付に2人乗りをし、これで窃盗罪もついた。前カゴにカバンを入れている自転車のおばちゃんの、後ろからひったくるオーソドックスな方法だった。3人目は携帯で連絡を取り、近くに巡回中のパトカーがいないかどうかを入念に調べる役目だった。狙い目は銀行から出てきたおばちゃん。一番多い時で50万近くカバンに入っていたこともあった。盗んだのは現金のみ。後の財布やカードには手をつけなかった。一度カバンから通帳が出てきて、暗証番号らしき紙が挟んであったけど、手をつけなかった。足がつくのを警戒していたからだ。3ヶ月以上同じ地域で繰り返していたが、ある日、俺たちの特徴が詳しく書いてあるビラが、あちこちに貼られ始めた。身体的な特徴や、銀行から出てきたところを狙う、など。仲間の中に頬にほくろがある奴がいたんだが、そのほくろの位置まで書かれていたので、俺たちはかなりビビってしまい、当分の間は自粛しようと話し合った。しかし、一度楽に金を稼ぐことを覚えてしまったら、そう簡単にはやめられない。俺たちは一週間くらい自粛したんだが、結局また再会することにした。話し合った末に、今まではほとんど夕方だったのを夜中に狙うことにした。夜の11時過ぎから原付でうろうろと獲物を探したが見つからない。夜中に、自転車の前カゴにカバン入れてるおばちゃんなんて、いるわけがなかった。それどころか、人通りや車があまりいない夜中に、盗んだ原付を2人乗りで運転している方が危なかった。パトカーがいたら間違いなく引き止められるだろう。俺たちは町からかなり離れた郊外に移動して、獲物を探すことにした。そこは山を切り崩して作った大きな住宅街で、帰宅中の誰かを狙うつもりだった。しかし見つからない。今夜はやめにしようや、などと話していたんだが、その時かなり遠くに、女が歩いているのが見えた。山の方向、に進んでいる。俺たちはゆっくり後ろから近づいて様子を見ていた。髪のやたら長い女で、背も多分高かったと思う。服は白のワンピース姿。10月の後半で夜は寒いのに、なぜかワンピースだった。その時はひったくることに集中していて気にならなかった。左手には大きな黒のカバンを持っていた。もう一人の仲間が、あれにしよう。と言った。普段なら俺は絶対に狙わない相手だった。理由は単純に金をカバンに入れてなさそう。しかし俺もその時は苛立っていたので、その女にすることにした。俺はゆっくり近づいた。女の歩き方がなぜかおかしかった。説明しにくいが、つま先を地面にすりつけるような、見たこともない歩き方だった。原付の明かりを消していたんだが、音は隠せない。だが女はそのまま歩いている。5メートルくらい後ろに近づいたその瞬間、バッと女が振り返った。俺は驚いた。片目が腫れたように潰れていて、似たあ、と笑っていた。口を大きくイーッとしたみたいに満面の笑みだった。それなのになんか泣いているっぽくて、満面の笑みなのに泣き顔みたいな違和感がある表情だった。あわわ、なんかやばい、と思ったが、運転を止められず、その女と横並びになった瞬間に、後ろの仲間がひったくったのがわかった。後ろから右肩をポンポンと叩かれた。いつも使う逃げろの合図だった。俺は猛スピードで逃げた。5分くらい運転して、広場のような空き地があったのでその近くに止まった。逃げる間、後ろの仲間は何も喋らなかった。俺は金よりあの女のことをすごく聞きたかったので、原付を止めるとすぐ降りて。あの女見たかよ。すげえ気持ち悪かったわー。と言った。仲間は後ろに立ったまま、あの女が持っていた黒のカバンを、
大切そうに抱きしめて、下を向いてブツブツ言っていた。ちょ、お前どうしたん？と聞いても返事がない。おま、いいよ、そういう三文芝居は。とか言っていたんだが、全く反応がない。ただカバンを抱きしめ下を向いてブツブツ言ってるだけ。俺はキレたふりしたり、いろいろ話しかけたが反応は全くなかった。俺の存在すら見えてないかのように。おい、とりあえず帰るから乗れよ、と言っても乗らない。俺はいろいろ考えた。救急車を呼ぶのが一番だが呼べるわけがない。誰かに車で迎えに来てもらおうかと考えたが、場所がわからない。入り組んだ住宅街の山に近い位置としかわからない。何より目の前のこいつが怖かった。もし元に戻らなかったら、いろいろ悪い想像をした。今までの罰が当たったんだ、と思った。頼むから後ろ乗れや。乗ってくれんと帰れんだろ、と言ったがブツブツ言うだけ。何を言っているのかさっぱりわからなかった。タバコを吸いながら、やばいやばいと考えていたんだが、さっきから抱きしめているこのカバンが原因なんじゃないかと思った。俺はカバンを引っ張った。その瞬間、はわぁ、と低い声を出して俺を睨みつけてきた。目は異常に充血して真っ赤だった。かなり怖かったけど、これさえ引き離したら元に戻るかもしれないと思えてきたので、力いっぱい引っ張った。ちょっとした引っ張り合いになったけど、そいつの肩を強く押し倒して奪った。カバンはやけにブニョブニョしていた。妙な食感がした。中身は絶対に見ない方がいいと思ったが、俺は開けてしまった。金目当てじゃなく好奇心だった。開けた瞬間嫌な匂いがした。腐ったような匂い。中にへその緒の束みたいなのが出てきた。へその緒は自分のを見たことがあったので、多分へその緒だと思う。うげ、なんじゃこれ。と叫んだ。さらに写真が何枚も入ってた。おっさんが娘と遊んでいる写真。街中や遊園地っぽい場所や、家の前らしき場所の写真だった。あの気持ち悪い女の夫や娘かと思ったが、その写真には母親らしき女性も写っていた。何よりアングルが変だ。カメラ目線の写真は一枚もなく、明らかに盗撮した写真ばかりだった。その写真の中の何枚かに黒い字で、木、みたいな文字が書かれていた。木ではないけど、見たこともない難しい字だった。カバンの底を見ると、黒い携帯電話が入っていた。しかも化石のような古い機種で、やたらでかい。あの女の携帯か、と思い、手に取り、中を覗いてみた。にゅるっとした。口を当てて話す部分が、ネバネバ濡れていた。うげ、汚ねえな。と思わず声に出た。発着信履歴を見てみた。発信履歴は、7#65#429479#479、などでたらめな数字ばかりで、着信履歴はありません、だった。俺はいよいよ怖くなって鳥肌が立ってきた。頭のイカれた女であることがはっきりわかった。仲間はブツブツ言いながら、カバンの中身を探る俺を恨めしそうに眺めている。カバンに手を突っ込むと、奥に木の箱のようなものがあった。木の箱は15センチくらいの大きさで、開けようとしたが開かなかった。振ってみるとカタカタ音がした。中身は確認できなかった。俺は、写真や携帯やへその緒の束や木の箱をカバンに戻すと、広場の少し先にある、林がたくさんある方向へ向けて思いっきり投げた。それで、おい、もう AK 早く乗れや、と怒鳴った。そいつは、さっきまで下を向いてブツブツ言っていただけだったのに、全く別の方向を向いてみたー、と笑っていた。俺はそいつが笑っている方向へ振り返った。20メートルくらい先に女がいた。暗くてよく見えなかったが、直感的にあの女だと思った。俺は数秒間動けず、じっとその女を見ていた。女はこちらを向いているのは分かったが、俺を見ているのか、仲間を見ているかわからなかった。急に女がこっちに歩き出した。あの独特の歩き方で。その瞬間俺はダッシュで原付まで行き、急いで逃げた。仲間を置いて逃げた。手足がガタガタ震えて何度も事故りそうになりながら家に着いた。何度も仲間の携帯にかけたが、出なかった。その日ろくに眠れず、次の日に仲間のことが気になり何度も電話したが出なかった。その仲間のやつは、母親がいなくて父親と二人暮らし。その父親も内臓の病気で入院しているし、父親とも仲が悪いと言っていたので、しばらくはいなくなっても誰も気づかないだろうと思ったけど、
まさかほっとくわけにもいかない。俺は、一番信用できる先輩に会いに行って全てを話した。先輩に何発もビンタされた。ひったくりの件と、仲間を置き去りにした件で激しく怒られた。とにかくその場所に連れて行け。先輩がそう言ったので、俺は先輩の車で、昨夜置き去りにした場所に向かった。先輩は俺とは面識のない友達を連れてきていた。三人で車に乗り、昨夜の場所を探したが、夜中と昼間では景色も違って見えるし、慌てていたので探し出すのに苦労した。一時間以上迷いながらも、なんとか昨夜の場所に到着した時は夕方だった。何もない。仲間もいないし女もいない。ほんまにこの場所か？と先輩に聞かれたけど、俺のタバコの吸い殻が一本落ちていたので、間違いなくこの場所だった。昨夜俺が投げたカバンを探したけどなかった。そんなに遠くへは飛んでないのに。結局何も見つけられず帰ったが、帰りの車で先輩は、俺に実しろと強く迫った。行方不明の件もある。俺が全部話すしかないと思った。二日間悩んだ末に近くの警察署に出頭した。担当の刑事が来たら驚いた顔をして。お前何の用や？と聞かれた。刑事にお世話になったこともないのにおかしいな、と思ったら、どうやら俺は何週間か前からマークされていたらしく、原付きの窃盗で逮捕状請求の準備をしていたらしい。さらに張り込んでいたらしい。ただ、さっぱりひったくる気配がないので、別件のバイク窃盗で引っ張る予定だったところを、俺が出頭したから驚いたらしかった。俺は刑事に全部話して、あの日の出来事も必死に話したけど、反応は薄かった。というか、俺が仲間の逃亡を助けるために、嘘をついていると思われているようだった。結局消えた仲間は見つからず、指名手配もされなかった。彼は、まだ誕生日を迎えてない19歳だったからじゃないか。と弁護士は言った。結局俺は、懲役5年半の実刑を受けて、控訴せず服役した。服役して半年、あの夜から1年以上経った頃、刑務官の先生から呼び出された。部屋にはあの時の担当刑事がいた。昨日その消えた仲間が、全裸で遺体となって発見されたと告げられた。詳しくは省くが、死因は凍死と断定されたものの、その日から1週間くらい毎日、刑務所内に刑事が来て聴取を受けた。刑事に、僕が殺害したんじゃないかと疑われているんですか？と聞いたら、いや、お前には無理だから。と言われた。最後に刑事に、その女の話はお前だけの胸にしまっておけ。と言われた。あの日俺が逃げた後、あいつに何があったんだろう。一番ゾッとしたのが、死後まだ1ヶ月程度だったと言われた時だ。とっくに服役していた俺には物理的に無理だ。あいつは、あの日から死ぬまでの約11ヶ月間、どこで何をしていたんだろう。俺は、最近あまりこのことを考えないようにしている。ではでは、皆様の米を見ていきましょう。ポテチ食べながら。生姜焼きでいただきます。幽霊相手にひったくるのなんか草。真面目に生きるのが一番。ひったくりって聞いて、昔にツイッターで見た、犬の散歩してたらうんこ袋ひったくられたってやつ思い出した。ハワーが、中山きんに君のパワー、に聞こえてしまう。疲れてるのかも。は？友人は幽霊女と11ヶ月同棲した後飽きられて殺された？では次の話に移ります。第2話目は、天国のバイト、です。どうぞ。当時、私は16から17歳でした。私は京都に住んでおり、私たちの友人の間では、夏休みを利用して、アルバイトが恒例になっていました。それは仲間内で、天国のバイトと呼ばれており、とある寂れた駅の駅員のバイトです。今もあるので、固有名詞は出さないでおきます。持ち場は全部で3カ所あり、そのどれもが1時間に3本ほど、観光客を運んでくるのみで、その前後5分以外は、クーラーの効いた駅員室で漫画を読んだり、ゲームをしたり、宿題をやったりと、好き放題でした。それが天国と言われるゆえんです。他の駅員は、定年退職し、職場を求めた食卓のおじいさんばかりで、
今日はなんやしんどいですわ、などと言うと、孫ほど離れた私たちが可愛いのか、食卓さんたちは。それじゃあ宿直室で寝てきたらどうや？なんか言ってくれるほどぬるいバイトだったのです。それほど美味しいバイトが一般に募集されるはずもなく、このバイトは自然に毎年、まるまる高校在学の生徒で埋め尽くされていました。バイトをしている者は3回目のバイト、つまり3年を迎えると、次の年そのバイトに入れる、選ばれた人、が1年から数人選出され、代々途切れることなく続いてきていました。当時のバイトメンバーは、U 君、K 君、N 君、Y 君、M 先輩、私の計6人。全員男です。M 先輩のみ3年で、残りの5人は2年。その年、1年生はいませんでした。この出来事は、このバイトに直接関係ありませんが、このバイトをしている環境が問題でした。全国的にもその周辺は自殺が異様に多く、食卓の人たちから怖い体験話を聞かされたりしたものです。自殺した遺体が毎年必ず数体は発見されますが、その発見者はほとんど早朝から出勤する食卓の方々。私たちは8から9時頃からの勤務ですので、幸いそういった現場には出くわしませんでした。ある暑い日、私たちはそのバイトを終え、お疲れ会を開くことになりました。お疲れ会というのは、別段変わったことじゃなく、単にバイト後に、みんなで雑談するだけのものです。バイトは2シフトで、終わるのが19時と23時の2種類。お疲れ会に参加したいけど早番だという場合は、4時間ほど持ち場で暇を潰して、遅番の終わりを待つのです。その日は珍しく6人全員が参加しました。俺は今日参加しようかな。というのが残り2人にも波及して。じゃあ何もないから俺も。という風に、早番全員が残っていました。お疲れ会の場所は日によって異なりますが、その日は風情があるやろってことで、日本の川が合流し、一本の鴨川になる中洲に降りて行うことにしました。中洲に降りるには、日本の川に架かった2つの橋の間から、川べりへと石段を降りていくと着きます。左右を川がサラサラと流れた砂利の上で座り、いろんな雑談をして楽しんでいました。K 君と N 君、それから M 先輩はお酒が好きで、近くのコンビニで缶ビールも買い込み、少しだけ飲める U 君は付き合い程度、全く飲めない私と Y 君はジュースで、といった具合でした。当時、携帯というものは、まだ限られたビジネスマンが車の中でだけ使う高価なもので、普及していたのはポケベルと PHS。今の若い方々は知らない方も多いかもしれません。基本はポケベルで、中にはピッチ PHS を持って、ベルト共用している人もいる。そんな時代です。数字だけが入るポケベルから進化して、その当時は短いカタカナを送ることができました。街の公衆電話では、女子高生が高速でメッセージを打ちまくる光景をよく目にしました。11は、あ、15は、お、21は、か、といった具合に入れるのです。河原で飲んでいた6人も、それぞれポケベルや PHS を持っていました。みんなが談笑しているとき、M 先輩のポケベルが鳴り出しました。他のみんなは大して気にすることもなく、話を続けていると。あれ？誰やろ？ M 先輩が言いました。どうしたんすか？誰かが尋ねると、M 先輩が自分のポケベルを私たちに見せてくれました。どこにいるの？それを見た誰かが冷やかします。また、誰やろって、それは俺らが聞きたいですよ。とニヤニヤして言います。いや、ほんま心当たりないし。と M 先輩が言った瞬間、手に持ってこちらに見せていたベルが、再び鳴りました。確認する M 先輩。いぶかしげな表情を浮かべ、私たちに見せます。私も入れて。どこって聞いておいて、入れてってなんやねん。意味わからんわ。と M 先輩。彼女ちゃうんすか？いや、彼女おらんのん知ってるやろ。その時は大して気にも留めず、また雑談を再開しました。数分して、またなる M 先輩のポケベル。もう、誰やねん。と、また私たちに見せてくれたベルには。ないの？全員、はぁ、と苦笑していました。すると、今度もすかさずもう一度ベルが鳴り。どこにあるの？どこにいる、の次はどこにある、か。M 先輩は訳がわからない様子で、呆れて鼻で笑っていました。
ところが、ポケットにしまいかけた時、また鳴ったベルを見た M 先輩は、一気に青ざめたのです。次は何すか？どうしたんです？興味津々に聞く私たちに、M 先輩は何も言わずにベルを見せてくれました。私の頭がないの。と、ありました。みんなに見せた後、M 先輩はいきなり怒り出しました。ちょ、お前ら。俺が霊感強くて、こういう冗談一番嫌いなん知ってるやろ。驚く私たち5人。誰やねん、こんなふざけたん入れたやつ。今日もええし、ほんまやめろや。まで言ったとき、またベルが鳴りました。M 先輩の真剣さと、もしかして霊的なことなのかという驚きで、5人も押し黙って、M 先輩が確認する様子を見守ります。確認した M 先輩は、は、と引きつった笑いをすると、M 先輩はまた見せてくれました。遊ぼうよ。見せながら、誰や、と、M 先輩は問いただします。お前ら、ピッチ持ってるやろ。それでこれを入れてるん分かってんねん。そう言うと、とりあえず全員ピッチここ出せ。発信履歴見るわ。と言い出しました。PHS からメッセージを送るには、メッセージセンターに電話をかけなければいけないので、発信履歴を見ると確認できるのです。折れちゃいますよ。とみんな口々に言いながら、砂利の上に PHS を出していきます。全員が出し終わって、2、3人目の PHS を M 先輩が確認し、お前もちゃうな。と言った時です。またベルが鳴ったのです。全員の PHS がその場に出されているわけですから、その時点で全員の無実が証明されましたが、同時に、何やら気味の悪いメッセージが、この6人以外から入ってきていることも証明されました。え？と言って、ゆっくり M 先輩はベルに再び目をやります。真顔で差し出してくれました。頭探して。口々にみんな気持ち悪がり。誰のいたずらか知りませんけど、なんや怖いっすねー。うわ、めっちゃ怖い。レイヤ、レイヤ。ほんま誰やねん。と少し興奮しつつ、6人が出した答えは、他の場所に移動する、でした。川の近くであまり人気がなかったから、という怖さも大きかったからです。ゴミを集め、6人は降りてきた石段に向かって歩き始めました。また M 先輩のベルが鳴りました。全員 M 先輩のベルに群がってメッセージを見ます。どこに行くの？それを見た瞬間、全員。うわぁ。とか。おい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 。とか。これマジでやばいって。など、悲鳴を上げて走り出しました。石段を駆け上って、止めてあった玄茶にまたがり、一番に走り出した人の方向に従って、一斉に玄茶で逃げ出す6人。結局、最寄りの私鉄駅前まで行って先頭が止まりました。駅前は自動販売機や、公衆電話の人工の光があり、みんなちょっとずつ平静を取り戻してきました。さっきのんはやばかったな。俺こんなん初めてやわ。ちょっと、今日寝れへんかもしれんやん。と、まだ多少遊び半分だったのかもしれません。楽しいハプニングが起きた、と。駅前の街路樹の枠に腰掛けた M 先輩が、しばらくしてみんなに言いました。あれはほんまにヤバかったと思う。実は最初からちょっと嫌な気はしてた。マジですか？などとみんながリアクションしてる時に、また嫌な音が鳴りました。M 先輩は、勘弁してくれー。と言いながらも、見ます。そして一言、大丈夫そう。と言って見せてくれました。どこに行ったの？みんな、見失ったんちゃう？と言い出し、一人が、今のうちにばらけて家帰ろうや。と言い出しました。一人で帰るのが怖いという声もありましたが、ほどなくその案にみんな同意、各自玄茶にまたがって、ほなまた明日な。などと言って用意しているとき、再びベルが鳴ったのを聞いて、6人はピタッと動きを止めました。ベルを確認した M 先輩は、帰るのは中止、移動しよう。と言いながら、ベルをこちらに見せます。見つけた。信号無視もしましたし、首にかけたタオルが風で飛んでも、拾いには戻りませんでした。24時間空いている喫茶店を見つけ、駆け込んだ6人のうち、3から4人は震えていました。
ドラマのようにわかりやすく震えているわけではなく、椅子に座ると膝がカタカタ揺れ、それがテーブルに伝わって、シュガーケースがコトコト揺れるような震えでした。移動している間に、どこへ行く？お前、頭がない。返せ。頭を返せ。と、次々とメッセージが入っていたそうです。もうすでに少し放心状態の5人は、それを聞かされても、そうですか。といった反応。確かにクーラーは効いていましたが、ほとんどの人間が、ここは寒い。とも言い出し、もうどうしていいかわからない状態です。1時間ほど喫茶店にいて、結局6人全員で、一番家の近い Y 君の家に行くことになりました。Y 君の家に着き、Y 君の提案で仏まで雑魚寝することに。仏さんがいるから守ってくれるんじゃないか？という安直な考えでした。それが功を奏したのか、Y 君の家に入ってからベルはピタリと止まったのです。ところが、さらにおかしなことが起こり始めました。U 君が言った一言。あれ？ K はどこ？ K 君の姿が見えないのです。トイレ？トイレにはいませんでした。K 君は、Y 君の家のどこを探してもいませんでした。家の前を確認すると、彼の現茶だけありませんでした。あれほど怖い状況で、一人で無断で帰るとも思えません。不安になり、K 君の PHS に電話をかけましたが、誰も出ません。Y 君が、これは非常識とかを気にしている状況じゃないから。と、とりあえず親御さんにいなくなった旨を報告するため、PTA 会員名簿で、K 君の自宅電話番号を調べ、自宅に電話しました。夜中の3、4時頃です。しばらく誰も出ませんでしたが、やがて彼のお母さんが出られました。非常識なお時間にすいません。K 君と一緒のアルバイトしてる Y と言いますが。彼はそこまで話して、こちらを見ました。ちょっと待ってね、やって。K、家にいるみたい。はぁ？なんやねんあいつ。帰るんやったら一言言えや。と、みんな口々に愚痴ります。しばらくして、電話口に出た K と会話した Y が私たちに言ったことは。あいつ、今日早番で先帰ったとか言うとる。全員、顔をしかめて聞き返す。なんか。お疲れかい誘われたけど、今日は用事あったから帰ったやん。で、確かに寝起きの声だったそうです。みんなよくよく考えましたが、いたようないなかったような、つまり記憶が曖昧なのです。存在感がないとかいう話ではないです。6人のうちの1人なので、いなければすぐわかるはずなのに、最初の河原から Y 君の家に着くまで、誰もが K 君がいないことを感じていなかったのです。でも、どんなことを話したかとか、何か証拠があるか、と言われれば誰も言えない。ただ、確かに6人だったとみんな記憶しています。かなり長くなりましたが、これが私の体験した一番怖い話です。長文、すいませんでした。おつ、怖かったよー。恐ろしかった。お疲れ、面白かったよ。俺には久しぶりのヒットでした。K 君が M 先輩のポケベルに入れていたのかな。コメミンの反応を見ていきましょう。ここ完璧に大学の最寄りで焦った。頭がなくなったのは電車に飛び込んだ時に頭部が飛んだってことかな。幽霊ってやっぱいるんですね。見たことないですけど。ワンコールだけなら電話代がかからないとか、裏技がたくさんあったよね。JK ならではの情報網とかもあってさ。自作の着メロで G 戦場のアリアを作った当時の彼女にもらったりしたっけ。結局メール班はわからずじまい。K が無事ならよし。赤尾さん見つけた。ひえー。では次に参りましょう。第3話目は、嫁に取り付いたものを返すために差し出した代償、です。VTR、どうぞ。どこか物々しいオーラを放出するイッチ。それを察してか、早く話が聞きたくてたまらないスレミンたち。圧をかけるスレミンも。イッチ、口を開きます。今から3年前の話だったかな。まだ結婚してない時だったんだけど同棲はしてて、お互い働いてた。そんで2月になって、最近どこも行ってないなーって話から旅行でも行こうってことになったんだ。2
二人で予定合わせて、2月の終わりに3連休取っていろんな計画立ててたんだよ。ここ行きたいとかこれ食べようとか本当に楽しみだったんだ。でも出発の前日、俺の仕事上朝も夜もないようなハードな職場で、その日も朝5時から夜10時までってシフトだったんだけど、ふと携帯見たら奥さんから何件も連絡来てんの。なんかあったのかなぁと思いながら電話し返すと、めちゃくちゃ泣いててこっちはパニックよ。泣きすぎてなんて言ってるかほぼわからなかったけど、要するに奥さんのおばあちゃんが亡くなったらしいのさ。まあ奥さん家庭環境が結構複雑でね、小学校の頃に両親離婚。母親に引き取られるも母、男にはまり育児放棄。父がそれに気づき父引き取る。父パチンカスで金なくて借金地獄。父方のばあちゃんに引き取られそこで育つ。亡くなったのはこのおばあちゃん。まあ育ての親が亡くなったらそや泣くわな。とりあえず俺が仕事終わるまで待ってることと、旅行のために準備したカバンのいらないもの抜いて、喪服やら必要なもの行って準備しといてもらった。俺の住んでるとこから車で急いで行ったけど、着いたのは日が回ったあたりで、すでに奥さんのお姉さん、お姉さんの彼氏、お父さんの友人多数がいて、俺はとりあえずどうしたらいいかわかんなくて、はじめましてみたいな感じで挨拶してた。奥さんはおばあちゃんに近づいて顔を見てまた号泣。死因は心臓発作だったらしい。あらかじめ言っておくと俺霊感とか全くのゼロ。でもそのおばあちゃんの家に入って感じた違和感が、やたらと神棚が多いのね。まあ宗教とか神様とかも、俺も俺の家族もあんまり信仰とかしてなかったから、あ、こんなに飾ってる家もあるんだなぁくらいにしか思ってなかったのさ。そんで通夜、葬式、火葬、一通り終わって、そんじゃ帰ろうかって時に、お父さんの友人 A さんが俺に耳打ちで。俺の番号教えておくからなんかあったらすぐ電話しろ。下手したら今日かもしれない。って言いながら A さんの番号書いた紙を手に握らされた。何のことかわからず、あ、はい。くらいな返事をして俺の家に帰ったんだよ。そしたら奥さんが、帰るなりいきなり玄関とかに森氏をしだした。何してんの？って聞いても。ずっとあそこにいて気分が重かった。ごめん今日だけこれやらせて。と言って部屋の隅とか4箇所くらいやってたのかな？奥さんは霊感あるらしいんだけど、こんなことするの見たことなかったし、俺からすれば、まあこれやって落ち着くなら別にいいか程度に考えてた。横になってから少し喋って。おばあちゃんのそばにもっといたかった。って言ってまた泣いちゃった。この3日間くらい忙しすぎて悲しむ暇もなかったんだと思う。抱きしめて頭ポンポンしながら落ち着かせようと思ったら、そっから奥さんの様子がおかしくなった。奥さんあんまりメンタル強くなくて、よく職場とかでも追い詰められたりするとか呼吸になったりしててさ、そんな感じの呼吸状態になって必死になだめようとしてたのよ。抱きしめて背中さすりながらゆっくり呼吸しなーとか言ってね。でもいつもなら10分くらいで治るんだけど、どうも良くならなくて抱きしめるのやめて仰向けにさせたんだ。なんていうかね、目がおかしかった。すげえ真っ黒で瞳孔開いてんのかってくらいうつろな目で、思いっきり見開きながら呼吸が荒れてんの。おい、大丈夫かって俺もほぼ叫ぶように呼びかけても泣きじゃくる一方で、しまいには布団の上で暴れ出す始末。馬乗りになって両手押さえ込んで、落ち着け、俺の方ちゃんと見ろって言ったら一瞬動き止まって俺の方を見たんだ。今思い出しても怖いんだけどさ、その一瞬でいきなりニヤッと笑って、俺の鼻にかじりついてきたんだ。怖いな。鼻は大丈夫か？傷跡は残らなかったけど出血やばかった。めちゃくちゃ痛かった。でもなぜか俺奥さんの両手離さなかったんだよ。そしてかじりつかれてパッと離したと思ったら、その時だけすごく悲しそうな表情になったからさ、正気に戻ったのかと思った。でも違った。なんていうのか俺を見てるんだけど、俺の後ろの何もない空間を見て怯えてるっていうか、なんとも表せないような表情と怯え方。この辺でやっと奥さんが持った塩と、お父さんの友人 A さんの言ってたことを思い出して、何かに取り憑かれてるという判断ができた。理解した途端めちゃくちゃ震えが止まらなくなって、A さんに電話しようとしても番号がちゃんと押せなくて、ただかけるだけなのに5分くらいかかった。A さんすぐ出てくれて出るなり、やっぱりか、今すぐ来い。って言ってめっちゃすぐ切られた。いや、
対処の仕方とか落ち着かせ方とか教えろよとか思ったけど、とにかくあの人のとこに連れて行けばなんとかなる、と思って全身震えながら奥さんまた抑え込んで。お前が誰かは知らない。でも勝手に人の体に入って好き勝手やってんじゃねえ。今からもう一回〇〇に戻るぞ。って言ったらまたピタッと動きが止まった。そして今度は、俺に飛びかかってきてありえないくらいかすれて低い声で。やめろ。やめろって怒鳴られた。目は最初の瞳孔開いてるようなやつで、奥さんの体からこんな力でねえだろってくらいしゅしめられた。もうこのままじゃ殺されると思って、申し訳ないけど枕元に置いてた目覚まし時計で、奥さんのこめかみあたり思いっきりぶん殴ったよ。首にかかった手の力が少し弱まって、その隙に距離取って、机の引き出しからガムテープ取って、手、足、腕と体をぐるぐる巻きにして、車の後部座席に詰めて A さんの家に向かった。向かってる最中も、後ろからは変な雄たけびと奇声が常に車を響かせてる状態。俺も本当にどうにかなってしまいそうだったよ。そんで A さんの家に到着。すでに A さん外で待っててくれて、奥さん降ろそうとしたら A さんめっちゃ驚いてた。まあ顔が血だらけの男と、ガムテープでぐるぐる巻きで奇声を発してる女。こんなカオスな二人が家にやってくるんだもんな。家に入れてもらったらなんか除霊師みたいな人とその付き人みたいな人が合計で三人くらい。変なお経を唱えてもらったら、奥さん奇声発しなくなってそのまま倒れた。除霊師さん曰く、疲れて眠っているだけでとりあえずは大丈夫。それよりあなたに話さないといけないことがある。とのこと。何のことですか？と聞くと奥さんに取り付いたもののことだった。お経ではなくて、ノリトだろ？神道なら。すまん。本当にそういうの全然わかんないから許してくれ。奥さんに取り付いたもの。それは霊でもなく、おばあちゃんの神棚にあった稲荷の神様だということだった。おばあちゃん、神様とかへの信仰心すごくて、毎日参拝して神棚掃除して、お供え物してすごくよくしてたらしい。それでおばあちゃん亡くなったから誰が俺の世話すんだよ。って時に一番体に入りやすく、霊感も強い奥さんの体に入ってきたとのこと。もうね、俺からしたら全く理解できなかった。神とか信じたことないし、なんで神様がいきなりこんなことしだすかも意味がわからなかった。そして除霊師さんは続けて。でもね、稲荷の神様は商売繁盛のご利益があるの。ちゃんと供養してみてあげたら、あなたたちは生涯生きることには絶対困らないよ、どうする？と続けてきた。要するに俺の家で稲荷の神様を供養して飾れということだ。A さんも。なあ、供養してやれよ。将来安定すんぞ。とか若干にやけながら俺に言ってくる。後になって知ったけど、ここの土地はどの家、どの家族も信仰している宗教や神様があるらしい。だからこういう流れになるのは特に変ではなく、この土地では当たり前のことらしい。それでもだ。供養してこの先、大切な人がこんなことになるかもしれないリスクと引き換えに安定を手に入れる？冗談じゃないと思ったよ。そうだよなぁ。すぐに決められる話じゃないよなぁ。ここの家で信仰する神様って、一度しっかり祭り出したらそのままきちんと続けていかないと良くないっていうもんね。特に動物の場合ちゃんとすれば安定したご利益、代わりにおろそかにすれば不幸が起こるって結構両極端な存在のイメージ。うちも新築した時神棚買おうかと思ったけど、毎日ちゃんと祭れる自信なかったからやめたんだよなぁ。A さん無視して、目の前の除霊師さんに返すことはできないか聞いた。できるよ。でも無理やり帰ってもらったら、また良くないことが起きるかもしれないし、将来安定しなくなるよ。とのこと。もう切れた。将来安定するかどうかなんてあんたたちには関係ないですよね。自分の将来なんて今頑張れるかどうかのこと。正直今回のことで神様とか霊とか本当にいるんだと思いました。でもだからこそこんなことと引き換えに、脅しで将来を約束させるような神様俺はいらないです。良くないことが起きたってそれは俺の責任。誰のせいにもしないです。だから返してください。うろ覚えだけどこんなことを言ったと思う。除霊師も A さんも黙ってしまった。すると寝ている奥さんに除霊師が近づき、またお経みたいなの唱えたらまた奥さんがうなり出した。うなっている奥さんに除霊師が。あんた、帰らないといけないって。この人の旦那さんあんたのこと見れないって。
だから帰りなさい。うなりながら首を横に振る。じゃあどうしたら帰るの？何かお土産あげたら帰るの？うなりながらうなずく奥さん。お土産？って聞いてみたらまたふざけた答え。何かの命がこの人たちのお土産なの。って言ったんだよ。もうなんだよそれって。結局俺たちが傷つく道しか残されてないのかよって。本当に絶望したよ。何か、っていうのはまたざっくりした条件だね。動物だったり人の命だったり、生きているものであれば何でもよかったみたい。そしたらいきなり俺の携帯なってさ、見たら職場からなの。ちょっと失礼しますって言って出てみたら上司でさ、彼女のおばあちゃんのこと落ち着いたかって聞いてくれたのよ。それでさ、もしかしたらと思ってさ、上司の電話が終わった後に除霊師に聞いてみたんだ。ここ最近で亡くなった魂でもいいのかって。嫌な予感。結果それでも大丈夫だった。稲荷の神様はこれでいいかっていう除霊師の質問にすぐうなずいて帰っていった。また、お経みたいなのを唱えられて奥さんはまた寝た。除霊師が帰り際に。一番やっちゃいけないことをやったね。どうなっても知らないよ。と言われた。除霊師帰った瞬間 A さんにも思いっきり殴られた。お前自分の将来捨てた挙句、お前の彼女の育ての親だぞ。その人の魂持たせて帰らせたのか？ふざけんな。この日は顔ばかり痛くなった。鳥肌止まらん。除霊師の誘導質問が怖すぎる。奥さんが目を覚まして、一応 A さんには頭を下げて俺の家に帰った。自分のやったことが間違いだったのか正しかったのか、今でも本当にわからないままなんだ。でも、俺は大切な人を守りたくて、最低なことをもしかしたらしてしまったのかもしれない。ちなみに、奥さんは取り憑かれている時の記憶がほとんどなくて、おばあちゃんの魂と引き換えに、自分が今元気でいられてることも知らないんだ。ただ、供養してやるかしないかの話も出てたということを話すと。私は供養してもよかったよ。だって将来安定するし私はしっかりできるし。って言われた。この話を奥さんにしたのが今日で、これも今日言われた。ショックだった。俺がしてきたことは、何だったんだって。そんな愚痴を吐きたく今回こんなスレを立ててしまいました。遅かったしつまらなかったしで本当に申し訳ない。何か質問あれば答えるよ。おつ、魂、とんでもないことって言うけど、死んでしまった人の魂を持っていかれることに何か問題があるの？育ての親からしても娘に幸せになって欲しかったと思うし、自分の魂引き換えに娘救えたらそれも本望なんじゃないかと思うんだけど、生まれ変わりとかに関係してくる話？奥さんにとっておばあちゃん本当に大切だったから、奥さんと奥さんのお姉さんからしたら、大切な人の魂を自分なんかにって思ったと思うんだ。あの地域の人たちは魂イコール命だからさ。だから人の命を救うために誰かの命を差し出す、って考えだったからああやって言われたんだと思う。ましてやおばあちゃん供養してた神様返すわけだから、おばあちゃんもよく思わないだろうし。命と魂ってのがよくわからん。別物なの？肉体的なものと精神的なものなのか？神とか供養とか真剣に考えたことなかったわ。とりあえず慣習的なものとしか思ってなかった。おつ、これで震えて寝れるわ。お稲荷さん、だよな？魂欲しいって？うん、なんか動物的な神様。特に稲荷は疎ましく思われたら命まで持ってくらしいよ。油気じゃダメだったのか。供養して祀るなら油揚げでいいみたい。なんか虫かなんかでよかったんじゃないの？霊媒師的な奴が命あげんじゃないの？2月だったから虫なんてその辺にいなかったんだよ。その辺はよくわからんくて、これでもいいのかって聞いたら、問いかけながらやってくれたって感じ。霊媒師も逆ギレすんならなんかあんだせよって感じただけ。でも奥さん霊感あるなら、おばあさん連れてかれちゃったって知ったら悲しむかもしれないね。携帯の充電もなくなってきたしそろそろ寝るわ。みんなもこういうことに直面した時はどうか気をつけてくれ。この日をきっかけに、俺は常に誰かに監視されてるような視線が気になってやばいけど、気のせいってことにしてるからさ。そんじゃ、落ちるね。おつ。おばあちゃんもずっと信心してたものと一緒なら、別に問題ないんじゃない。相手だって親切にしてくれるよ。一番の対処法じゃない。
自分が奥さんの立場なら許せないわ。翌朝。おはよう、イッチです。みんないろんな意見言ってくれて本当にありがとう。朝起きたら奥さんが稲荷の神様のこと PC で調べてた。なんで今回神様返しちゃったの？だってさ、朝から憂鬱だよ。客観的には神棚のお世話するだけだし返さなくてもよかったんじゃ。とは思ったけど、一気は取り憑かれて荒れ狂ってる奥さん見てて怪我までしてるわけだしね。その時は気も動転しただろうし危ないものに感じるのも当然だろうし。奥さんは供養するしないの話だけで、自分が暴れてたの知らないんでしょ？この際それも話しちゃったらいいんじゃない。おばあさんの話は伏せるにしても。一気が寿命か何かで死んだりしたら、今度は子供が取り憑かれる可能性があるのか、とか考えるよね。取り付く時点で、本当に神様なのか怪しいけどな。神様のふりした悪霊だったかもしれないよ。それ、悪霊を返すために大事なおばあさんの魂持って貸したってことになるよ。昔から日本は山に囲まれ、川が流れ、それが海に繋がっていく。自然の恵みって大きいけど、同時に自然による災害ってのも大きいから、そっから自然信仰が生まれた。山には山の神様、川には川の神様、海には海の神様がいて、自然の恵みを受けながらうまく共存できるように、災害が起こらないように神様を祀るって文化が生まれたんだ。だから悪いことなんかが起きた時は、神様をないがしろにしているって考えられるようになったんだね。考えすぎて何もなくてもいつもと違うように感じたり、あれもこれも悪いことの前兆、あの時のあれのせいみたいな風にならないようにな。では、マイブローたちの感想を聞いていきましょう。赤尾さん投稿頻度バグってるけど本当に健康第一でな。これからも体に気をつけて毎秒投稿お願いしますね。楽災具。最初は自分の道は自分で切り開くって主人公ムーブだったのに、後半には大切な人の親を差し出すっていう闇落ち主人公になって、ついには自分が守った大切な人から選択を責められるっていうバッドエンド。エロゲの主人公みたいだね。嫁一族は事後にうだうだ言うなら最初に説明しておけばいいのに。兄は最後まで黙って聞いておいて、いきなり殴るのおかしいだろ。殴るくらいなら途中でやめればいいのに。それか兄が引き取れ。この話って、稲荷の割には利益より害を出しそうだから結果的に正解だったと思う。スレ主の言うこともっともだなって思った。祀らないから脅迫するんを、なんて神様、情けなさすぎだろ。じゃあ赤の他人の呪霊師さんの魂でお願いします。オーケー。は？おいなり。では次のお話です。第4話目は、某テレビ局のビル、です。どっぞ。去年の11月末頃のことを。その日俺はバイトのシフトが入っていたので、大学から直でバイト先に向かった。そしていつも通り仕事をしていると、店の外にちらっとなんか変なものが見えた。色は白に近い灰色、人の形をしているのだが、胴体や手足頭はあるけど、他に体の凹凸みたいなものが何もなく、のっぺりしている。服を着ているようにも見えないけれど、色のこともあって全裸という感じでもなさそう。そんな感じの奇妙な物体が、店の前を通り過ぎていく。うわ、なんだあれ、と思った俺は、まだ客も少ない時間だったこともあり、外へ出てそれを確認してみると。やはり、人のような形はしているが人ではなさそうで、自分の真横を通り過ぎたので顔も見えたのだが、頭はあるけど、のっぺらぼうのように、目、鼻、口、も髪の毛も何もない。かといって全身タイツを着ているような感じでもない。俺は急いで店の中に戻り、ちょうど近くにいた店長に、なんかすげえのいるんすけど、と、外に連れ出して見せたのだが、どうも店長には見えていないらしく、お前何言ってんだ？的な目で見られてしまった。というより、こんなものが外を歩いていたらみんな注目するはずなのだが、そもそも騒いでいるのは俺だけっぽく、どうやらその場の他の人には見えていないようだった。その後もバイトの何人かに聞いてみたのだが、やはり俺以外には見えていないらしく、そのうち俺がおかしくなったと思われてしまったのだろう、店長に。
お前最近レポート忙しくて大変だとか言ってたよな。別にクビにするとかじゃないから、しばらく休みを取るか？とまで言われて、かなり心配されてしまった。このままだと俺は頭のおかしい奴だと思われてしまう。そもそもあれは見る限り、こっちに危害を加えてくるようなものでもなさそうだし、それにこっちに干渉してくる様子もない。もしかしたら、本当に俺が幻覚か何かを見ているだけなのかもしれないので、とりあえずは見えても気にしないようにすることにし。店長その他には、ただの冗談だから気にしないで、的なことを言ってお茶を濁して、その場は収めた。それから数日、俺は見えないふりを続け、気にしないようにしていたのだが、俺とは違う曜日にバイトに入っている高校生の A 君が、バイトの終わる時間にやってきて、こう言い出した。〇〇さん、なんか変なものが見えるって言ってたらしいけど、それってどんなのだったんですか？と。今さら蒸し返すのかよ、何これ、新手の嫌がらせと思った俺は、苦笑いしながら、ああ、あれ冗談だから、あんまマジに並んでくれよ、と返すと、A 君は真面目な顔で。いや、おかしなやつだと思われるから黙ってたんだけど、実は俺も数日前から、変な人みたいなの見えるんですけど。と言い出した。嘘をついている様子もなく、話を聞いてみると細部まで俺の見たものと同じ。さらに A 君が言うには、どうもあれはただ道を歩いているのではなく、特定の人の後をついていっているようだとのことだった。ちなみに、これも俺は気づいていなかったのだが、実はあの人のようなものは、1時間に1人か2人くらいは店の前を通っているらしい。1日に1人か2人くらいだと思っていたが、結構な頻度のようだ。その後も A 君といろいろ話した結果、やっぱあれが何なのか気になるので、二人とも学校もバイトも休みの日を使って、後をつけてみようということになった。当日の午前中、二人でバイト先の近くの曲がり角で待機していると、結構すぐにそれと出くわした。どうやら今回は、20代後半くらいの女の人の後をつけているらしい。ただし、なんか今回のそれは普段とちょっと様子が違った。俺も A 君も、今まで見たものはどれも、白っぽい灰色で人の形をしている何かなのだが、今回のそれは色が明らかに黒みがかっていて、さらに体の一部が欠損している。具体的には、右肩から脇腹にかけての部分が円形にえぐれている。人ならばその時点で即死レベルの欠損だ。A 君が。なんだあれ、キモ。と言うと、言葉とは裏腹にさっさと後をつけ出した。そして俺に、〇〇さん、今まであんなの見たことあります？と聞いてくるので、俺は、いや、普通の白っぽいのしか見たことない、と返すと、なんか嫌な予感がしたが、気のせいだと自分を納得させて、慌てて後をつけた。10分ほど歩くと、ある場所にたどり着いた。そこは某テレビ局のビル。女の人は、後ろの人のような物体と一緒に、正面玄関からビルの中に入っていったのだが、俺と A 君はビルを見て絶句してしまった。なんとビルの周りに、例の人のような物体が相当な数いる。10とか20ではない。見た感じ300とか400とかいる。一日に何度も見かけるので、あれは一人ではないとは思っていたが、まさかこんなに多いとは思わなかった。それは A 君も同じらしく、同じく絶句している。それから二人で少し観察してみたのだが、いろいろなことが分かった。人のような物体の色は、結構まちまちらしく、真っ白に近いものもいれば、真っ黒に近いものもいる。また、体の欠損部分もかなり多岐にわたっていて、さっきの女の人についてきていたやつのように、胴体の半分近くがないものもいれば、欠けているのが腕だけとか、頭の3分の1くらいだけとか、片足だけとかのもいれば、逆に上半身が丸々ないものまでかなり様々だ。もちろん、俺たちが以前見たように、何の欠損もないやつもかなりいる。また、色の明暗と体の欠損具合には、あまり関連性がなさそうで、黒っぽい、白っぽいから欠損が大きいというわけでもなさそうだ。そして興味深かったのが、人の後をつけているやつはビル内にまで入っていくが、単独でいるやつは、ずっとビル前や地下駐車場みたいな場所で待機していて、ビルから出てきた、まだそれがついていない人に、全員ではないがついていくらしい。原則一人につき一体つくようなのだが、出てきた人全員につくわけでもなさそうだし、疲れた人もいろいろで共通点があるようにも見えず、つく人とつかない人の違いがわからない。ちなみに、車やタクシーで出ていく人の場合には、乗り込んだ瞬間に、
人のような物体が車の中に吸い込まれるように入っていき、ターゲットが車から降りる場合には、車体からスーッと現れてついていく。A 君も俺もバイトを始めてから、物珍しさもあってこのテレビ局のところまで来たことはあるのだが、過去にこんなものは見たことがない。わけがわからないしかなり異様だ。そんなことをなんとなく考えていると、何の気配もなく、いつの間にか A 君の後ろにそれが現れた。え？と思って A 君に声をかけようとすると、そいつが俺たちに。ねえ、気づいてるの？見えてるんでしょ？と話しかけてきた。その声はかなり異様で、まずぐぐもりすぎていて、男の声なのか女の声なのかも判別できない上に、喋るたびに、電波状況の悪い AM ラジオのように、変なノイズのようなものが入る。A 君は明らかに動揺し、後ろを振り向こうとしたので、俺は慌てて腕を引っ張り、後ろのやつから少し離すと、小声で。何も答えず振り向くな、後のやりとりは全部メールでするから、と伝えた。なぜこんな対応をしたのか、実は今になっても俺自身にもよくわからない。ただ、その時俺は強烈に、奴に何も答えてはいけない、気づいた素振りもしてはいけない、と感じていた。そして A 君へメールで、とにかく何も気づいていないふりをしろ、こっちが気づいていないとあいつらが諦めるまで演技し続けろ。と送り、メールを読んだのを見計らって、とりあえず昼飯でも食いに行くか、と白々しく言い、その場から離れることにした。とにかくこの場から遠くへと離れたかった俺たちは。何が食いたい？とか、どこそこにいい店がある？とか、ひたすら不自然にならない程度に会話をつなげていたのだが、こういう時に限ってなかなか会話がつながらない。お互い無理に会話を始めて、すぐに途切れるなんてことを続けていたのだが、その間も俺たちの後ろにいる、人のような物体は。ねえ、見えているんだよね、気づいているんでしょ。とか、無視しないで答えてよ、わかってるんだよ。とか話しかけてくる上に、信号待ちなどで止まると、顔を覗き込んでくる。しかも、話し方は丁寧でなぜか妙に慣れ慣れしいのだが、口調は微妙に悪意のこもった感じで、その上顔は完全なのっぺらぼうで表情が読み取れないから、かなり怖い。不自然な、まるで会話のキャッチボールになっていない会話をしながら、俺はふと、この場所からかなり遠くにある、うまいと評判の洋食屋のことを思い出し、A 君に。ちょっと遠いけど、なんかうまいって評判の場所知ってるから、そこ行かね？と話を持ちかけた。そして駅へと向かい電車に乗ると、30分以上かけて目的地の駅までたどり着いたのだが、改札を出たあたりで A 君が俺にメールをしてきた。なんか例の人みたいな奴ら増えてるんですけど。と書かれている。ぎょっとした俺が A 君の顔を見ると、かなり動揺しているのがわかる。電車に乗っていた時は一人しか見かけなかったはずだが、一体どこで？と思いながら、信号待ちしている時を見計らって、不自然にならない程度に、後ろをチラ見して愕然とした。奴ら10人以上いる。増えたというから、二人になったとかそういうことじゃないかと予想していたんだが、これは予想外だ、怖すぎる。話しかけてくるのは一人だったのに、まさかこんなことになっているとは。動揺を必死で隠しながら目的地の洋食屋に到着し、俺はカレーライスを注文した。が、ぶっちゃけ恐怖と不安と、連中に気づいていることを悟られないようにするのに必死で、どんな味だったのか全く覚えていない。A 君も同じようなもののようで、とてもはためにもうまいものを食っているようには見えなかった。そもそも連中は、全員で俺たちのテーブルを囲んで、時々思い出したかのように。気づいてるんだろ？とか話しかけてくるので、味わって食べる余裕などあるわけもないのだが。その後も、二人で服を見に行ったりゲーセンへ寄ったり、思いつく限りの休日の暇つぶしをして、気づいていないふりをし続けたのだが。その甲斐あってか、夕方頃になってやっと付け回してくる奴らの人数が減り出し、お互い家路に着く頃には、ついてきているのは二人だけになっていた。が、この二人だけがなかなか離れてくれない。仕方がなくメールで、今日はひとまず帰ろう、だいぶ離れたんだ、そのうちこいつらもいなくなるはずだ、頑張れ。とメールを送ると、とりあえず今日は解散して帰ることにした。俺と A 君が別々に歩き出すと、案の定ついてきていた二人は、一人ずつ俺たちについてきた。そして自宅のアパートまで帰ってくると、予想通り奴は部屋の中まで入ってきて、相変わらず。気づいているよね。などと話しかけてくる。
いい加減しつこくて、恐怖心よりもうざくなってきたのだが、反応したら何が起きるのかが恐ろしくて無視していた。そのうち奴らの方もイラついてきたのかもしれない。寝る頃になると、気づいているんだろ、早く答えろ。と、だんだんと語気が荒くなってきて、喋る頻度も上がってきた。が、布団に入り電気を消す頃になると、さすがに諦めたのか。なんだ、気づいてないのか。というと部屋から消えてしまった。ほっとしてそのまま寝ようとした時、A 君から電話が来た。電話に出ると、どうやら A 君のところのやつもいなくなったらしく、かなり嬉しそうに。〇〇さん、やっとあいつらいなくなりましたよ。そっちどうですか？と、なんか涙声で聞いてくる。どうやら不安感から解放されて、電話越しに泣いているらしい。ただ、俺はどうもあれだけしつこかったのに、最後があっさり過ぎたのが腑に落ちず。A 君ちょっと落ち着け。まだどうなってるかわからないから様子を見よう、と言うと、A 君は、もう大丈夫ですよ。それよりあいつ、最後に変なこと言っていたんです。なんか、気づいていたら、頼み。で、と言った瞬間、電話越しに、あ、と A 君の声が聞こえて、電話が切れてしまった。マジかよ、と思いながら、慌ててリダイヤルで A 君の携帯に電話したのだが、何度コールしても A 君が出ない。そもそも俺は A 君の自宅の場所なんかは何も聞いていないので、それ以上どうすることもできず、かといってこの状態で寝ることもできず、さらに、まだ奴らがいる可能性すらある状態で、気を休めることもできず、朝までゲームをしたりネットをしたりして時間を潰すと、まだ大学の講義の時間まで少し余裕があったので、バイト先に A 君の住所を聞きに行くことにした。バイト先に着くと店長がいたので、昨日の夜 A 君の様子が変だったと話し、心配なので様子を見に行きたいから住所を教えてほしいと言うと、店長は、いや、なんかあいつ、昨日自分の部屋にある本棚の下敷きになったらしくて、命に別状はなかったようだけど、入院したって話だぞ。さっき母親から、そういうことでしばらくバイトに出れないと電話があったんだが、と言ってきた。そして俺に、入院先の病院名と病室の番号を教えてくれた。その日の夕方、俺は大急ぎで、A 君の入院している病院に見舞いに行った。すると、頭を打ったようだが特に大事になったわけでもなく、何日か検査するために入院するけど、それが終われば退院できるらしく、それほど大事ではなかったようだった。そこで、昨日の夜何があったのかを聞いてみようとしたのだが、A 君と A 君の母親が言うには、どうも頭を打ったことで短期的な記憶喪失のような状態になっているらしく、昨日まるまる一日のことが一切思い出せないらしい。ただ、本当に、昨日の記憶がないだけ、ではないのは明白だった。なぜなら、例の人っぽいもののことをそれとなく聞いてみたのだが、A 君はそんなもの知らないという。昨日より前からそのことは知っていたのに、だ。昨日の記憶が抜け落ちたというより、人っぽい何かに関係した記憶がすっぽり抜け落ちた、という表現の方が正しいだろう。あの後奴らに何かされたのだろうか？が、それ以外には特におかしなところも不自然なところもなく、普通のいつも通りの A 君だった。ちなみに、A 君は3日ほどで退院でき、バイトにもすぐに復帰したのだが、その後も現在までおかしなところは何もない。それと例の人っぽいものなのだが、俺の方はあれからもしばらく見えていたのだけれど、いつの間にか見えなくなってしまっていた。俺をつけ回していた奴の声も、あの晩以降は一切聞いていないので、さすがにもう大丈夫だろう。気になるのは、テレビ局の前に大量にいたあれは何だったのか、結局それは、今現在に至るまで正体も目的も不明だ。あの態度からしてろくでもない存在なのは間違いないが、今となっては確認する術もない。では、早速コメミンのコメントを見ていきましょう。いなくなったって喜んで即電した時点でもう一級フラグ建築士。のっぺら欠損さんが何百人もたむろしてるの想像するとかわいい。顔覗き込まれても無視できるのすごい。本当にリアル見える子ちゃん。テレビ局からしつこくつきまとい話しかけてきて精神をすり減らしてくる迷惑な霊って、まるでテレビレポーターやん。悪いやつなのかな？見えていればって去り際のセリフから守護神的な感じで守ろうとしてくれてたのかなとか色々思うところある。
昔、一人暮らししてたマンションで金縛りにあって、耳元でああって声がして、その声がまさに顔なしの声そのものだった。あれ以来千と千尋見るたびに、あいつ俺のとこ来たことあるなーって思うようになった。千尋と見間違えたんでしょ。では次のお話です。第5話目は、ざわつき声、です。どっぞ。高校を卒業し、進学して一人暮らしを始めたばかりの頃の話。ある夜、部屋で一人ゲームをしていると、下の方から大勢の人がざわざわと騒ぐような声が聞こえてきた。俺は、下の階の人のところに客がいっぱい来ているのかな、とも思ったが、耳を澄ましてよく聞いてみると、声の感じから数人ということはなさそうだ。もっと大勢の人の声のように聞こえる。気のせいかもしれないが、まるで大きな駅とかなどの雑踏のざわつきのような感じだ。その時は、そういう映画かテレビ番組でも見ているのかな、と考えながら、それ以上気にせずにいた。が、寝る頃になっても一向にざわつき声がなくなることはなく、そこまで大きな音ではないのだが、深夜3時頃まで聞こえていたせいで、結局気になってその日はほとんど寝ることができなかった。それから数日間、毎日ではないが夜10時頃から深夜3時頃まで、頻繁にざわつき声が聞こえてくるので、俺はろくに眠ることができず、いい加減苦情を言おうと会課の人のところへ行くことにした。呼び鈴を押してしばらくすると住人が出てきた。歳は俺より2つか3つ上くらいだろうか、見た感じ学生っぽく見える。俺が、上の階の住人であることを話し苦情を言おうとすると、その人はいきなり不機嫌になり、あんた毎日毎日真夜中に何やってんだ。うるさくて仕方がないんだが。と逆に言われてしまった。ややこしくなるので、ここからは下の階の人を仮に佐藤さんとしておきます。意味がわからない俺は、事情を最初から話して、下の方からほとんど毎日のように、大勢の人のざわつき声のようなものが聞こえてくると話すと、佐藤さんは、ざわつき声が夜になると上から聞こえてきて、そろそろ親か不動産屋に苦情を言おうと思っていたと話し出した。その話を聞いて、俺は理由はよくわからないがなんか嫌な感じがしてきた。あれは明らかに人の声だ。何度も聞いているから聞き間違いはない。それに佐藤さんも、大勢の人のざわめきであることは間違いないという。しばらくの沈黙の後、天井裏に何かあるのかな？と佐藤さんが言ってきた。天井裏行ってみる？佐藤さんがそう切り出してきて、俺の返事も待たずに懐中電灯を持ち出してきた。が、俺は勝手に解決しようとして万が一にも天井踏み抜いたり、そうでなくとも、何か壊してしまったら後々いろいろ問題になるかもしれない。ここは管理している不動産屋に、事情を話してきてもらった方がいいんじゃないかと提案し、行く気満々の佐藤さんを説得した。そして俺は、ざわつき声がする、というと不審に思われるので、そのあたりははぐらかし、床下から何か異音がする、と不動産屋にしらじらしく電話を入れた。すると不動産屋は、どうやら天井裏にネズミかなんかが入り込んだと思ったのだろうか、数日以内に業者を連れてそちらに向かうと言ってきた。俺は何か結果的に騙しているような感じになってしまって、ちょっと引け目を感じたが、そのことを佐藤さんに話すと、まあ、異音がするのは事実だし、とにかく来てもらおうよ。ということで、特に問題ないだろうとのことだった。当日、結構早い時間に佐藤さんが俺の部屋にやってきた。不動産屋と約束した時間にはまだかなり余裕がある。彼が言うには、どうも急な用事が入ってしまって今日は立ち会えないとのことで。不動産屋が来たら、問題ないから、合鍵で勝手に部屋に入ってしまって構わないと伝えてほしい。とのことだった。そんなこと自分で電話しろよ。俺はそう思ったが、まあ仕方がないので了解し、不動産屋との待ち合わせの時間まで待機することにした。昼少し前くらいに、不動産屋が駆除業者と一緒にやってきた。不動産屋が、佐藤さんと連絡が取れないが何か聞いていないかというので、今日の早朝に会ったことを話すと、少し困った顔をしたが、一応佐藤さんの部屋へ行くことにした。話を聞くと、1階と2階の間を調べるには、佐藤さんの部屋のバスルームの天井から入るしかないらしい。佐藤さんの部屋に行くと、合鍵で開けてほしいとのことだったが、なぜか部屋の鍵は開いていた。
さすがに俺が入るのは問題があると思うので、業者と不動産屋に任せて外で待っていると、突然中から。うわ、大丈夫ですか?という声が聞こえてきた。何事かと玄関のドアを開けてみると、不動産屋と業者が真っ青な顔をして出てきて、警察に電話を。と言ってきた。その間いろいろあったのだが、長くなるので結論から書くと、佐藤さんがバスルームで死んでいたらしい。それからいろいろ大変だった。パトカーや救急車がやってきて大騒ぎになり、俺も警察からいろいろと事情を聞かれた。朝に佐藤さんと話した時は、不審な様子は少なくとも俺の見た感じでは一切なかったことを話し、一応天井裏のことを警察に話すと、それも含めて調べていたようだが、何か見つかったのかとかそういうことは何も教えてもらえなかった。結局俺としては天井裏のざわめき声も含め、佐藤さんの死因も何もかもあやふやなままになってしまった。その日の夜、いろいろありすぎたので疲れてしまい、さっさと寝てしまおうと早めに布団に入ると、例のざわめき声がいきなり聞こえてきた。が、何かがいつもと様子が違う。よくわからないが違和感を感じる。しばらくして違和感が何なのかに気がついた。今までは下から聞こえてきていた声が、明らかに横から聞こえる。しかも今までは床越しに聞いていたので、多少くぐもって聞こえていたのだが、今回はまるで同じ部屋の中から聞こえてくるように鮮明だ。そう考えた途端に急に背筋が寒くなってきた。目を開けて声の方を見てみたい気持ちもあるが、ぶっちゃけ怖い。そうは言ってもやはり声の正体は気になる。俺は夜決してベッドから起き上がり、声のする方向を見た。そしてとんでもないものを見た。そこにはスーツ姿の男が一人立っていた。ただ、厳密には立っていたというのとは少し状態が違う。まるで水面から上半身だけを出しているかのように、床から人の上半身が生えているような状態だ。それだけでもかなり異様な状況なのだが、そのスーツ姿の男は、眼球を上下左右に激しく動かし、口もまるで早口言葉を喋っているかのように激しく動いている。そして、その口から例の大勢の人のざわめき声が聞こえてきていた。俺はあまりのことに体が動かせず、わけもわからずそのスーツ姿の男を凝視していると、暗がりに目が慣れてきて、もう一つ異様なものを見つけた。佐藤さんだ。佐藤さんが床から顔だけを出し、目いっぱい目を見開いて天井を見つめ、まるで魚のようにゆっくりと口をパクパクさせている。それを見たとき、なぜか直感的に、あれは何かとてつもなくヤバいものだ、と感じた。俺は完全に思考が停止してしまい、わけもわからないまま、気の幹のままで携帯と財布だけを持って部屋から逃げ出した。その夜はひとまず漫画喫茶で夜を明かすと、朝一番で不動産屋へと向かった。あんな場所にはもう住んでいられないので、引っ越して続きをするためだ。不動産屋に着くと、担当の人を出してもらいすぐに引っ越しの話を切り出したのだが、突然のことにしても、やけに担当の人の様子がおかしい。なぜかどうしても引っ越しをさせたくないように見える。不審に思ってしつこく追求してみると、どうも俺は佐藤さんの死に関係があるのではと疑われているらしい。だから安易な引っ越しはさせれないようだった。言われてみれば当たり前のことだ。佐藤さんと最後に会っていたのは俺だし、何より騒音トラブルもあった。朝の出来事も俺がそう言っているだけで、客観的な証明など何一つない。何より佐藤さんの死因はまだ不明のままだ。俺が殺したと疑われても仕方がない状況だ。そこに来ていきなり俺が引っ越しをしたいと言ってくれば、不動産屋としても当然疑うだろうし、当然不動産屋だけではなく警察も疑っているだろう。かといって、あの部屋に戻るのだけは絶対に嫌だ。あんな得体の知れない不気味なものが現れた場所で、また過ごすなどありえない。そもそも、あのスーツ姿の男が、佐藤さんの死に何らかの形で関わっているのは明白だ。もしかしたら次のターゲットは自分かもしれない。そんな事情が事情だけに、俺としても絶対あの場所に戻るのは嫌だ。そこで、信じてもらえるかどうかはわからないが、今までの経緯や昨晩のことを正直に不動産屋に話した。すると、不動産屋はこの話を信じたのかどうなのかわからなかったが、とりあえず自分の裁量ではどうにも判断できないので、警察と相談してほしいと言ってきた。仕方がなく、俺は昨日警察からもらった名刺の番号に電話をして、警察署で事情を話すことにした。
警察署に着き、担当の人に不動産屋で話したことと同じことを話したのだが、当たり前といえば当たり前だが、当然話は信じてもらえなかった。むしろ、こいつは何を言っているんだ、みたいな態度を取られ、前日の寝不足のこともありイライラしていた俺は、発作的に。だったらてめえもあそこで一晩いてみろよ、と大声で怒鳴って、担当の警察官に自分の部屋の鍵を投げつけた。後から考えれば、理不尽で無茶な要求をしていたのは俺の方なのだが、警官は俺を落ち着かせると。引っ越し先はあまり遠くにしないことと、引っ越し先の住所を報告し、警察からの電話には必ず出ることを約束すると、引っ越しを許可してくれた。その後、俺はなんとか別の場所に引っ越すことができ、事件の方は、どうやら佐藤さんの自殺のようだということもわかり、お礼の疑いもなんとか晴れた。自殺であることが判明してからしばらくして、俺はまた警察に呼ばれた。どうも佐藤さんの PC から日記が見つかっていたのだが、そこに書かれている内容の一部に、俺が警察で話した、例のスーツ姿の男と酷似した人物のことが書かれていたそうで、そのあたりの事情をもう一度詳しく聞きたいということだった。結局、あのスーツ姿の男の正体は今でも不明のままだが、警察から聞いた話でいくつか分かったこともある。日記の内容から、どうも俺が最初に佐藤さんのところへ苦情に行った時点より前に、彼はスーツ姿の男に出会っており、ざわつき声の正体がその男であることも知っていたようだった。そして、日記にはスーツ姿の男が、明らかに悪意のある相手であることが繰り返し書かれていて、佐藤さんは身の危険を感じていたらしい。なぜそこまでわかっていたにもかかわらず、彼はあんな、さも何も知らないかのような態度をとったのだろうか。警察は何も言っていなかったが、もしかしたら天井裏には何かがあったのではないだろうか。佐藤さんはそこまで知っていて、何らかの理由で俺を巻き込もうとしていたのではないだろうか。今となっては何もわからない。おつ、これはなかなかいいわ。ありがちといえばそうなんだが、文章力がそこそこなので読ませるね。おつ、文章じゃなくてよかったのう。これは久々にいい話。まるで順次の階段のように読み入ってしまった。なかなか怖かった。いいよいいよこういうの。面白い。面白かったよ。こんな時間に読んだので、窓が気になって読みながらチラチラ見てしまった。では、早速コメミンのコメントを見ていきましょう。これ大好きなお話です。集合住宅の騒音って、壁の中の空間などを伝わって変な伝わり方がするんですよね。2階下の騒音が上から聞こえたことがありますよ。実は会話してた佐藤さんは佐藤さんじゃなくて佐藤さんを殺した犯人だったっていうオチかなと思ってしまった。呪いが石を持って次から次へと犠牲者を増やすタイプなのかな。これで引っ越し先にまでスーツ姿の男が現れたりとか、絶望する。ありがちじゃねえわ。わけわかんない怖さだわ。久しぶりに階段で面白いと思わせた話だった。死ぬ前にパソコンは初期化しとけ。では、次でラストです。最後のお話は、宿直のバイト、です。チョコフレ。数年前、大学生だった俺は先輩の紹介で、小さな診療所で宿直のバイトをしていた。業務は見回り1回と電話番。あとは何をしても自由という、夢のようなバイトだった。診療所は3階建てで、1階に受付、待合室、診察室兼処置室、2階に事務室、会議室、炊事場、3階に宿直室があった。宿直室は和室で、襖がドア代わり。階段は1つ。小さいとは言っても、患者のカルテやなんかは扱ってるわけで、診療所はアルソックで警備されていた。宿直の大まかな流れは以下の通り。夜9時に診療所に着き、裏玄関、表玄関は7時半には完全に施錠される、の外から、アルソックの警備モードを解除する。入って見回りをして、3階の宿直室に入る。宿直室にもアルソックの管理パネルがあるので、入ったら再びアルソックを警備モードにする。警備のセンサーは1階、2階はほぼくまなく網羅しているが、宿直室にはないため、宿直室内では自由に動ける。
管理パネルにはランプがついており、異常がない時は緑が点灯している。センサーが何かを感知するとランプが赤く変わり、アルソックと責任者である所長に連絡が行くことになっている。ドアや窓が開けられると警報が鳴る。部屋について警備モードに切り替えれば、あとは電話がない限り何をしてもいい。電話も、夜中にかかってくることなんて1年に1回あるかないかくらいだった。だからいつもテレビ見たり勉強したり、好き勝手に過ごしていた。ある日の夜、いつものように見回りをして、部屋に入って警備モードをつけて待ったりしてた。ドラマを見て、コンビニで買ってきた弁当を食べて、本を読んで、肘を枕にうつらうつらしていた。テレビはブロードキャスターが終わって、厨房ですよのフラッシュ CM が入ったところだった。何気なく目をやった管理パネルを見て、目を疑った。ランプが、赤い。今まで、ランプが赤かったことなんて一度もない。え、なんで？と思ってパネルを見てると、赤が消えて緑が点灯した。まともに考えて、診療所の中に人がいるはずがない。所長や医師が休養で来所するなら、まず裏玄関の外からアルソックの警備を解除するはずだ。また外部からの侵入者なら、窓なりドアなりが開いた瞬間に警報が鳴るはずだ。故障だ。俺はそう思うことにした。大体、もし本当に赤ランプがついたなら、所長とアルソックに連絡が行って、この宿直室に電話がかかってこないとおかしい。それがないということは、故障だということだ。そう思いながらも、俺はパネルから目を離せずにいた。緑が心強く点灯している。しかし次の瞬間、俺は再び凍りついた。また、赤が点灯した。今度は消えない。誰かが、何かが、診療所内にいる。俺は、わけのわからないものが次第にこの宿直室に向かっているような妄想に取りつかれた。慌てて携帯を探して、所長に電話した。スーコールで所長が出た。どうした？ランプが、赤ランプがついてます。本当か？こっちには何も連絡ないぞ。だけど、今もついてて、さっきはすぐ消えたんだけど、今回はずっとついてます。わかった。アルソックに確認するから、しばらく待機していてくれ。また連絡する。所長の声を聞いて少し安心したが、相変わらず赤が点灯していて、恐怖心は拭いされない。2分ほどして、所長から折り返しの電話があった。アルソックに確認したが、異常は報告されてないそうだ。そんな。だって現に赤ランプが点灯してるんですよ。どうしたらいいですか？わかった。故障なら故障で見てもらわなきゃいけないし、今から向かう。待ってろ。なんという頼りになる所長だ。俺は感激した。赤ランプはそのままだが、特に物音が聞こえるとか気配を感じるということもないので、俺は少しずつ安心してきた。赤ランプがついただけで所長呼び出してたら、バイトの意味ねえな、とか思って自重してた。しばらくすると車の音が聞こえて、診療所の下を歩く足音が聞こえてきた。3階の窓からは表玄関と裏玄関そのものは見えないが、表から裏に通じる壁際の道が見下ろせるようになっている。見ると、電気をこうこうとつけて所長が裏玄関に向かっている。見えなくなるまで所長を目で追ってから数秒後。という音とともにアルソックの電源が落ちた。所長が裏玄関の外から警備モードを解除したのだ。俺は早く所長と合流したい一心で、襖を開けて廊下へ出た。廊下へ出た瞬間、俺は違和感を感じた。生臭いのだ。なんとも言えない、嫌な匂いが立ち込めていた。また恐怖が頭をもたげてきたが、さっき確かにこちらへ向かう所長を見たし、1階に所長が来てるのは間違いないので、俺は廊下の電気をつけて、階段へ向かった。診療所の階段は各階に踊り場があって、3階から見下ろすと1階の一番下まで見える構造になっている。階段の上まで来て、1階を見下ろした。1階はまだ電気がついておらず、俺がつけた3階の電気が1階を薄暗く照らし出している。生臭さが強くなった。1階の電気のスイッチは裏玄関を入ってすぐのところにある。所長は、なんで電気をつけない？早く電気をつけて、姿を見せてくれ。さらに生臭くなった時、不意に1階の廊下の奥から音、声、が聞こえてきた。それは無理やり文字化すれば、という感じで、歌とも、お経とも取れるような声だった。ここに来て俺は確信した。一階にいるのは、所長じゃない。頭が混乱して、全身から冷たい汗が吹き出してきた。
しかし、一回から目が離せない。生臭さがさらに強まり、という歌も大きくなってきた。何かが、確実に階段の方へ向かってきている。見たくない見たくない見たくない。頭は必死に逃げろと命令を出しているのに、体が全く動かない。ついに、そいつが姿を現した。身長は2メートル近くありそうで、全身肌色というか白に近い。毛がなく、手足が異常に長い。全身の関節を動かしながら、踊るようにゆっくりと動いている。そいつは、と歌いながら階段の下まで来ると、登り始めた。こっちへ来る。逃げなきゃいけない、逃げなきゃいけない、と思うが、体が動かない。そいつが1階から2階への階段の半分くらいまで来たとき、宿直室に置いてあった俺の携帯が鳴った。俺は、まずい、と思ったが遅かった。そいつは一瞬動きを止めた後、体中の関節を動かしてぐるんと全身をこちらに向けた。まともに目があった。濁った目玉が目の中で動いているのがわかった。そいつは口を大きく歪ませて、と音を出した。不気味に笑っているように見えた。次の瞬間、そいつはこっちを見たまま、すごい勢いで階段を登り始めた。俺は弾かれたように動けるようになった。とはいえ逃げる場所などない。俺はとにかく宿直室に飛び込んで襖を閉めて、押さえつけた。しばらくすると階段の方から、という歌が聞こえてきて、生臭さが強烈になった。来た来た来た。俺は泣きながら襖を押さえつける。頭がおかしくなりそうだった。もう、襖の向こう側までそいつは来ていた。今度は俺の腰のあたり。そいつの膝だ。やめろー。俺は思い切り叫んだ。泣き叫んだと言ってもいい。すると、ピタリと衝撃がなくなった。という歌も聞こえなくなった。俺は腰を落として、襖から目を離すことなく後ずさった。後ろの壁まで後ずさると、俺は壁を頼りに立ち上がった。窓がある。衝撃がやみ、歌も聞こえなくなったが、俺はそいつが襖の真後ろにいるのを確信していた。生臭さは、先ほどよりもさらに強烈になっているのだ。俺はそいつが、次の衝撃で襖をぶち破るつもりだということが、なぜかはっきりとわかった。俺は襖を睨みつけながら、後ろ手で窓を開けた。襖が破られる音とほぼ同時に、俺は窓から身を躍らせた。窓から下へ落ちる瞬間部屋の方を見ると、俺の目と鼻の先に、そいつの大きく歪んだ口があった。気がついた時は、病院だった。俺は両手足を骨折して、頭蓋骨にもひびが入って生死の境をさまよっていたらしい。家族は大層喜んでくれたが、担当の看護師の態度がおかしいことに俺は気づいた。なんというか、俺を怖がっているように見えた。怪我が回復して転院するとき、俺はその看護師に聞いた。すると看護師は言った。だってあなた、怪我してうなされてる日が続いていたのに、深夜になると、目を開けて、口を開けて、楽しそうに歌を歌うんだから。で、では、伊藤の皆様のコメントを見ていきましょう。文章がうまい。ここまで臨場感あるお話はなかなかないよ。怖い話はすべて T さんが解決してくれるように妄想すればしのげる。はぁ、あ、画面見ないで聞いてたから、来た来た来た、が、来た来た来たー、に聞こえて、嫌なに楽しんでんだよって思ったら違ってた。頑張って恐怖に耐えました。優勝。しっかりと取り憑かれとるやん。なんかジャシの回を思い出した。化け物のフォルムが似てるなって。吉田沙織が部屋の角に張り付いてレーザー出してたから赤ランプ点灯してたんじゃない？吉田沙織が早く来てくれたら結末も変わっただろうに。今回はこれで終わりとなります。また明日お会いしましょう。おやすま。